コロラド・アバランチは、アメリカ合衆国コロラド州デンバーを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。NHL の1994から1995シーズンは、ロックアウトの影響により、期間が短縮されて開催された。このため、コロラド・アバランチの全身ケベック・ノルディクスは、チームとしては、良い成績を収めていたものの、 台所事情が苦しくオーナーのマルセル・オーバットは、ケベック州政府に対し、財政的支援を求めた。しかしこの支援は行われず、オーナーはチームをコロラド州デンバーの投資家グループに売却することを余儀なくされた。こうして、オノルディクスはフランチャイズをデンバーに移転し、チーム名をコロラドアパランチに変更する。デンバー移転後の初シーズンにおいては、 すでにチームは、キャプテンのジョー・サキック、スウェーデン人のスターセンターのピーター・フォースバーグ、強力ディフェンスのアダム・フットラーの有力選手を抱えていた。しかし、この後に起こる、シーズン途中でのトレードは予想外の出来事で、これによりチームは、真の有力チームとなるのである。1995年12月2日、モントリオール・カナディアンズがチーム史上最悪の1対12で、 デトロイト・レッド・ウィングスに大敗した試合で、パトリック・ロアは、ゴーリーを務めた。ロアは、以前から、チームの不甲斐ない戦いぶりに不満を抱いていたが、この試合はそれを爆発させるのに十分であった。当時のカナディアンズのコーチであったマリオ・トレンブレイは9、失点するまでロアを出場させ続けた。ゲーム終了後、ロアは、チーム会長、ロナルド・ゴーリーに対談したい旨を伝えたのである。 同年12月6日ロアは同僚のマイク・キーンと共にアンドレイ・コバレンコ、マーティン・リュシンスキー、ジョセリン・ティボーとの交換トレードでコロラドア・アバランチに加入する。ただでさえ有力メンバーを備えたチームに電動入り級のゴーリーを加えて1995から1996シーズンのスタンレイカップ優勝への同定をもはや誰も止めることができなかった。 翌年も好調を維持したが、西カンファレンス決勝で、デトロイトレッドウィングスに4勝2敗と敗れ、スタンレーカップ連覇の夢は絶たれた。この後もチームは好調を維持し続け、2000から2001のポストシーズンにその最盛期を迎える。この年、後に殿堂入りするディフェンスレイ・ボークを獲得する。ボークは二十年余りにわたって、ボストンブルーインズ一筋の選手であったが、 スタンレイカップを目指して、もう一働きをしたいと、移籍を申し出、ブルーインズもこれを受諾したのであった。2000年3月6日ボークは、同僚、デーブ・アンドレ・チャクと共に、コロラドに移籍した。トレードの見返りは、ブライアン・ロルストン、マーチングルニー及びサミュエル・ポールセンの3選手と、ドラフトの第1巡目の指名権であった。チーム補強はこれだけではなかった。 2001年2月21日には、ロサンゼルス・キングスからディフェンスのロブブレイクを加えチームのブルーラインはさらに強固なものとなった。こうして2000から2001シーズン、アバランチは支配的なほど強力不尽を敷いた。チームはシーズン118ポイントを獲得し、いいと会長賞を得て、ボークの20年来の祝願であったスタンレーカップ優勝の用意が整った。 もっとも有力フォワードのピーター・ホースバーグは第2ラウンドの対ロサンゼルス・キングス戦終了後、秘蔵の緊急手術を行い、プレーオフ残り試合を欠場した。スタンレーカップ決勝の対ニュージャージー・デビルス戦は肉体的にも非常に厳しい戦いとなったが、アバランチの第7試合での勝利に終わり、チームは2度目のカップを獲得する。スタンレーカップを NHL コミッショナーから授与された優勝チームのキャプテンはカップをチームメイトに手渡す前にまず自分の頭上にそれを高く掲げることが伝統とされていた。しかしアバランチのキャプテンジョーサキックは2001年にこの伝統を破った。彼はカップを受け取ると持ち上げずにレイボークに手渡しボークに掲げるように促した。2003から2004シーズンでは マイティダックス・オブ・アナハイムでダイナミック、両として活躍したテームセラに、ポールカリアのコンビを獲得したこともあり、3度目のカップ優勝を有力視する声もあったが、これはならなかった。さらに、2004年から2005年の NHL ロックアウトの後、主軸として安定した活躍を見せていたホースバーグとフットが移籍して、大幅戦力ダウンと言われたが、かろうじて、 プレーオフは進出した。また、2005から2006年オフにも主軸となりつつあったアレックスタンゲイをカルガリーフレームスへブレイクもフルスのロサンゼルスキングスへ抜けて2006から2007シーズンを望むことになった。シーズンにおいては最後まで熱戦を見せたものの、最後はタンゲイのいるフレームスにプレーオフ進出を阻まれた。ただ、 プレーオフに出られなかったチームの勝ち点95は NHL 記録となった。2007から8年にはホースバーグとフットがアバランチに復帰しプレーオフに進出するも2008から9年はサキックの怪我などもありリーグ全体30チーム中27位となる成績に終わる。このオフにはサキックが引退しドラフトでは全体3位でマットデューシェーンを指名して 若手を主体としたチーム作りへと方向転換した。キャプテンをアダムフットに託した2009から10年には、新加入ゴーリー、クレイグアンダーソンの活躍もあり、早くも新生チームでプレーオフ進出を果たす。翌2010から11年も前半こそプレーオフ圏内にいたが、負傷者続出もあって、中盤以降大失速し、最終的には、 西カンフハレンス15チーム中14位に沈んだ。このシーズン途中に3年ぶりに NHL へ復帰したホースバーグが、そしてオフにはフットが引退を決める。2011年のドラフトではチーム史上最高位となる全体2位でスウェーデン人フォワードのガブリエル・ランデスコグを指名する。そしてロア引退以降の懸念箇所であったクリーズの改革に着手し、ワシントン・キャピタルズから セミヨン・バーラモフをトレードで獲得し、さらに、アナハイム・ダックスで優勝経験とプレーオフ MVP 受賞歴のあるベテラン、ジャン、セバスチャン・ジゲールを迎えるなどして一軍、ゴーリーを一新している。2011から12年には、ルーキーのランデスコングが全試合に出場し、チームトップの22ゴールを挙げる活躍を見せて、新人賞を獲得する。 ロックアウトにより短縮された翌2012から13には19歳9ヶ月13日というリーグ最年少でランデスコングがキャプテンに就任する。しかしチームは再び大きく低迷し、西カンファレンス再開、リーグ全体では29位に終わってしまう。2013年にはロアが新ヘッドコーチに就任。そしてドラフトロッテリーにおいて、 オッツ1位のフローリダ・パンサーズを抑えて、アバランチが全体1位指名権を獲得する。長年ディフェンスに不安を抱えていることから、ドラフトランキング、北米スケーター部門第1位で、デンバーにも縁のあるディフェンスマン、セス・ジョーンズを1位指名するものと見られていた。しかしアバランチは、そのジョーンズが率いるポートランド・ウィンター・ホークスをメモリアルカップで撃破した、 ハリファックスムースヘッズのセンター、ネイサン・マキノンを指名して、周囲を驚かせた。なお、デンバー移転時に以上4つ全てが永久欠番から外されており、現在は使用可能となっている。ありがとうございます。